峰さん。いや原始時代の話が出るとは、なかなかファンキーですね。まあ、まさにその通りかなと思いますね。うん。まあまあ、原理原則というか、自然の流れですね。これねあの、今日の、今日のブログにも書いたんですけど、まあ、自然の流れですね。まさしく。で、その自然の流れっていうのが、今、なくなっちゃったんですよね。文明が発達しちゃって。 うん、例えば昔ってまあ江戸時代とか分かんないですけどなんかそのこの人に会いに行きたいっつったら走るしかなかったと思うんですよ電車もないしまあまあなんかお依頼さんとかはなんかこういう馬のこんなやつがあったかも分かんないですけど一般市民がじゃあ京都まで行く東京から京都まで行くっつったら多分まあ馬はあったか馬はあったかもしれないですけどなんかその それしかないからそれ走るか生まなかったらもう走るしかないじゃないですか超シンプルですよねでも今ってあの高度経済成長を終えまして便利な世の中になりすぎたので、まあ、あの怠けても行けるっていう <laughs> 別に飛行機もあるしねあの乗っとけば、まあ、全国各地大体2時間か3時間で飛行機乗ればもうほぼ全部行けるっていうね 楽にどん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 楽になっちゃってるんで、楽っていう流れの中に入っちゃってるんですよね。うん、でもビジネスって楽じゃないんで、ビジネスが楽で誰でも成功できるんだったら、全員の会社が上場企業で、なんか何兆円みたいになるじゃないですか。そうじゃないですか。<laughs> 楽にビジネスが稼げるってことだったら、みんな起業してみんな上場企業作れちゃいますよ。みんな大ヒットみたいな。 なわけないじゃないですか。だからビジネスっていうのは戦争なんで、あの他者との差別化もしていかないといけないしあー、だから僕がこういうやり方をしてるのは他者との差別化ですよね。ビジネスの戦場で戦っていく上で、僕はアクセスが少ないわけですよ。顧客数も少ないです。だからこういう地味なことをやっているという戦略ですね。なぜならばアクセス数、リスト数が少ない。だからそこに対してこういう戦略でやっていると。ま自然って、僕は自然ですよね。 単純にアクセスが少ないからこれをやるっていうちょっとうわさうさしてるかもしれないですねうんそうだ和田さんの見ていただければわかります、ね、和田さんももうその原理原則っていうか自然の流れですねなんでお金稼ぐ小学校の時からお金こう稼ぐっていうことをやり始めたんですけどなんでですかっていうそういう状況下にいたっていう <laughs> そう だから結構ね、この自然の流れっていうのが結構大事ですね。うん。まあ自然の流れに行けない人もいるんですけど、行けない人もいるなぁ、でもなぁ、そうは言っても。うん。これはミソライヒバリを聞くしかないですかね。<laughs> 川の流れのようにみたいな。<laughs> うん。まあ、あの、 結論言うと自分がどうしたいのかしかないので、うーん、そうじゃないですか、本当に。本当に自分がどうしたいのか、自分がどういう人生を送りたいのか、これが僕はセンターピンだと思います。他者の、他者の影響ではなく、他者の情報でもなく、自分はこんな人生を送りたい、自分はこんなものが欲しいとかね、もう自分中心というか、自分から、 こう考え出した、もちろん影響は受けてるんだけども、影響を受けてるんだけども、自分の中で出したものがもう全てかなと思いますね。で、それを手に入れるために、そのライフスタイルを実現するために、あとはやるだけじゃないですかっていう。うん。シンプルにそこかなと思いますね。まあ、和田さんの一回見ていただきまして、和田さんの見ていただくと、 そこに向けて、うん、めちゃめちゃ頑張れると思う。頑張れなかったらやばいですね。僕は和田さんと一緒にセミナーして、やべえなと思いましたね、この人。この人やべえな、みたいな。そう。お金がないとか、時間がないとかも、もう全部、和田基準で言うならば、もう130%、いや、300%言い訳ですね。和田基準で話すならば。お金がありませんとか、もう全部、全部、 言い訳にしか過ぎないという。まあこれアドラーの心理学でも結構言ってるんですけどね。うん。はい。自分はどうしたいのかというところでございますね。頑張っていきましょう。アンケートありがとうございました。